どうもコマです。今回は JR イーストトレインシミュレーターやっていきたいと思います。その名の通り、JR 東日本公式の列車シミュレーター、運転できるシミュレーターですね。はい。発売されたばっかりですね。まだ早期アクセス、ですということで。今のところ、この2つの路線、京浜東北線と八高線の2つしか、できないんだけれども、今後ね、増えていくらしいですよ、路線。はい。特徴は何と言っても、実際のその JR の運転士さん の、あのトレーニング用にソフトウェアを作っている音楽館っていうね、会社さんがこのシミュレーターゲームを作ったということで、かなり本格的なようです。一方俺、全く分かりません。運転方法全然分かりません。さあ、そんな状況のレベルの俺でもこのゲームが楽しめるのかというところがですね、気になったので、やっていきたいと思います。どうしようかな。俺埼玉県民なんで、京浜東北線乗ってみましょうか。お、すごい。開始駅を選んでください。大宮、埼玉新都心、与野。はいはいはい。まあ、当然、リアルですね。大宮から、じゃあ、出発しましょうかね。行きましょう。もう全然わかんないけど。あー、なるほどね。初級、中級、上級あるわ。おう。まあ、初級から始めた方がいいかい？上級は？運転士と同じ環境で運転。やば。操作ガイドない。運転情報もない。駅停止範囲、ちゃんと止まんなきゃいけないんだ。誤差1メートルまでは OK。 初級は5メートルまで大丈夫。これでやってみましょうか。はい、じゃあ出発進行。おおえ、めちゃめちゃリアルじゃない。知らせ灯が点灯するまでお待ちください。知らせ灯って何？その画面ちょっと中央左側にあるやつか。これどうすればいいの、これ。待ってばいいの。あ、ピピピピって言った。おお、すごい、なんか下にいろいろあるな。ドアが閉まります。ご注意ください。ああ、はい。今日は、乗客じゃなくて運転士側だから、俺。もういいの？どうすればいいの、これ。ちょっと待って。ちょっと待って。ブレーキを緩め、加速してください。ああ、ブレーキを緩める。緩めた。加速 !Z! おお！あ、すごい、実写じゃん、ほんと。すごい。時速20キロ、今。あ、すごい、ちゃんと、ホームに人いるじゃん。あ、マジで実写だね、これね。へえ。次は、埼玉新都心。おお、もうそこで、なんか、前に列車がいるね。おお横とかよそ見してえな。よそ見できない。よそ見無理。よそ見無理ですね。すごー、埼玉って感じですね。埼玉スーパーアリーナだっけ、あれ右側に見えるのは。そんな感じの気がする。これブレーキどうすればいいの、これ。ブレーキいきなり緊急ボタン押したいんだけどこれマウスでどうこうはないんだな、きっとな。全部キーボード、もしくはなんだっけ、あのマスコンだっけ、あれじゃん。本当の運転士のなんか、レバーみたいなのついてるコントローラー。ああいうので操作できるのかな。そろそろブレーキかけた方がよくない？大丈夫？もうこれ、埼玉新都市の駅じゃないの？ブレーキは？ブレーキ、Z の隣に X かな。あ、違うわ。これか。ブレーキ！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 かかってる？あ、かけてる、かけてる。みんなオラを待ってるんだ。はーい遠いすぎた。ちょっと待って、しょうがないでしょあ強制で修正されたわ。もうわかんないわ。あれ、今ブレーキ押したけど、やっぱ効きが悪いっていうか、車と同じような感覚じゃいかないですね。まあそりゃそうですよ。そりゃそうだ。はい。埼玉新都心からスタートでございます。行きましょう。はい、出発です。うえーい。
やー、いいですね。でもね、この見える景色が素敵。あの画面下の方にあるディスプレイにいろいろ載ってっけどさ、もう全然わかんないのよね、俺ね。全然、ちょか、字がちっちゃくて読めねえな。わかりません。次は、与野。与野に泊まります。おー、なんかいろいろありますけどね。詳しい人はもうこれ全部わかんでしょ、きっとこれ。俺1ミリもわかんないわ。駐車ブレーキって書いてあるな。パーキングブレーキだな、あれ。あれはわかる。ここら辺ね、駅の間隔狭いからね、多分あっという間ですよ。あ、すごい。反対側から来た。おー、運転士同士、こう手を挙げて挨拶したい。あ、来た来た来た。はい、ブレーキ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 全然止まんないんだけど。全然止まんない。全然止まんない。止まれ止まれ、たまにはちゃんと止まりたい。え、全然止まんないけど。え？カンマとピリオドがあるじゃないの。俺ずっとカンマを押して止めてるんだけど、違うのかな？ピリオドを押して止めろってことなのかこれ。ご注意ください。右上のあれなんだろう、あれ。ディスタンスは距離だよな。あの、なんだろう、あの、ヨーって。ヨーってやってやるやつ。0.2% って何あれ。全然わかんないけど。はい、次は北浦和ですね。わあ、でも本当にリアルだね。すごい。ちょっと緩めるか？ちょっと緩めるか？緩めるか？あ、すごい、なんかついたついた。なんだあれ？あれブレーキか？ああ、あれブレーキなんだ。あ、なんかわかった。カンマとピリオドでブレーキ具合を調整するんだ。ああ、俺ずっとカンマ押し付け続けたけど、それじゃ意味ないんだな。ああ、オッケー。戦いの中で成長してるわ、俺。北浦和に。あー、ほら、来た。北浦和来た。ブレーキ！ブレーキ！早すぎるか？待て。いやー、難しいもんですね。いやー、でもいい感じじゃない？今回はいい感じだよ。めっちゃ見られてる。めっちゃ見られてる。あー、ちょっと早すぎた。待って、待って。もうちょい、もうちょい。もうちょい頑張ろう。あと、一踏ん張り。一呼吸。どこら辺だ？どこら辺だ？はい。ここ！ここ！どうだ？あ、いいんじゃない？めっちゃいいんじゃない？素晴らしい。素晴らしいです。残距離378センチ。結構危なかったね。3.7 メーターだったんだ。誤差5メーターだからギリギリだね。ご注意ください。オッケー。まあでも、よかったんじゃない？よかったよかった。うん。手応え感じたわ。よし、次行くぞ。まあ世の中ね、鉄道ガチ勢の方はたくさんいらっしゃると思います。この動画を見てる方の中にもいらっしゃるかと思いますけど、私、鉄道乗れればいいぜ、なんで。うん。乗り心地が良ければさらに良いぜ、なんで。素人丸出しで申し訳ないけれども、ね、余興としてご覧いただければなと思います。わ、すごいね、ここら辺ね。線路がたくさんだよ。小学生並みの感想しか出てきませんけどもね。あ、セブン&アイだ。なに？なになに？プルルル言ったけど。ごめんなさい。なに？スピード出しすぎ？って感じ？違うのか？なんだろう。焦ってブレーキ早くかけすぎた。ちょっと待って。違うんだ。あ、でも結果的にいい感じなんじゃない？おー、本当に人がちゃんとホームで待ってるのすごくいいね。おーい、はーい。あ、いい感じじゃないですか？ちょっとブレーキをね、弱ブレーキをかけつつ。さっきより気持ち早め！ここ！ここ！素晴らしい。残距離マイナス76センチ、1メートル切ったね。大変素晴らしい。大変よくできました。いやー、これはお客さんも拍手でしょう。拍手喝采でしょう。はい、浦和の次はどこ？全然知らない。
全然知らないって言ったら、普段この人京浜東北線使ってないんだなーっていうのがねバレてしまうんですけれども、よし行くぞ。ちょっと早かった、いいよ、ゴー。次南浦和ですね。乗客とかさ、これ分かんないのかな、どれだけ乗ってるとかそういうのはまあ関係ないかね、運転士シミュレーターだもんな、ここら辺関係ないよな。ホームで夜寝ている酔っ払い客の相手とかもしなきゃいけないのか、そういうのはないの運転士シミュレーター、スピード80-90キロ出てますよ、結構出てるね。そろそろ緩めていく所存。はい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 。でもあんまり急ブレーキかけると多分乗客とかうわーってなってんない、これつんのめってない、バタバタバタって倒れてませんか、大丈夫ですかね。あ、いか、早すぎた、早すぎたけどいいか、残距離 40m、 止まれ止まれめちゃめちゃ手前で止まったけどあ、これじゃダメか、これダメか、35でダメだよね、ごめんごめんごめん、ちょちょちょ、もうちょいもうちょい、はい、そっかそっか、35じゃ全然ダメだよね。ああ、ほら、駅員さんもちょっと呆れてるよ。ごめんね。あれ？ああ、ちょっと待って。ああ、行き過ぎた。駅員さん見てたら行き過ぎた。ながら運転ダメ。さあ、じゃあ次。もういいですか？行きますよ。もう俺は止まんねえよ。運転お疲れ様でした。あ、終わっちゃった。南浦までか。あー、なるほど。あー、何の余韻もなく、ここに戻された。そう。八高線は、これ、群馬から埼玉の西側を通って、東京の八王子まで行くのかな？八王子と高崎で八高線でしょ？確かこれ。もうこれもやってみましょうか。また違う景色見えるんじゃない？これ。高崎、倉賀の北藤岡、群馬府、あ、この3駅だけか。多分これ、駅間の距離が長いから3駅だけなんじゃないかな。次はじゃあ、中級で行こうかな。捜査会でも出ないって。大丈夫だ。上級やる？上級。運転情報も出ないけど。やってみようか。上級で。もう俺は上級でいいと思う。うん。はい。八高線です。おお、あ、なんか全然違う。何これ。P 電源、パターン接近。これはやっぱり列車の種類が違うからってことかね。うわ、すごい、なんか左側のあれ。駅の名前となんか番号がついてるね。駅番号みたいなやつ。いやーすげー。え、じゃあ出発、進行していいですか？ブレーキ。ブレーキの段階とかよくわかんないんだけど。あ、なに？パンポンパンポン置いた。聞いていいですか？おー、すごい。リアルー。おー、すごいすごい。これはちょっと面白いね。あ、すごい。C を押すと、あ、全部消せる。全部消せるぞ。これすごくない？これすごいね。これやばいね。これ高崎駅なんだね。わ、すごいすごい。これは、ストリートビューならぬトレインビューですね。目の前なんかあるぞ、あれなんだ、あの建物。高崎市民、おなじみの、なんか、なんですかね、これね。わかんないですけど。はいはいはい。おー、いいんじゃない？頑張ってるよ。まあ、言ってね、使うボタンって、アクセルの Z と、あとはブレーキのピリオドとカンマだけだから。うん。おー、すごいすごい。今何キロ出てんですかね、時速これ。70オーバー。プーって言ってる。なんすか？なんすか？なんなんすか？あ、ちゃんとブレーキもあるね、これ。なんか右側に。ブレーキ圧みたいなやつがありますね。どこ？次の駅。あ、目の前にある？あれ、え、あれ駅か？あれ駅か？あれ駅臭くね？違うか？もうどこが駅か分かんない。違うな。違う。駅じゃないわ。まあ、駅間広そうだよな、ほんとな。そんな気がとてもするんだけど。ああ、これすごいわ。マジで。
運転席よりさらに前、先頭の鼻の部分にこう貼り付けられて走行してますみたいな、そんな感じかな。うわーすげー、めっちゃ郊外出てきた。おお、早い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 、チーンって言った。おお、いいね、開放感が全然違う。さっきの京浜東北線はね、両側もうビルばっかだったけど、チーンチーンって言ってるけど、ブレーキ動作とか、なんか上のあのランプはパターン接近、何パターンって、パターン何パターン、 A パターン、 B パターン、 C パターン、わかりません。あ、ブレーキ動作、はい、ブレーキ動作したよ。あ、なんかあの上のランプがついたり消えたりするとチーンっていうのか、何かランプ点滅してますよ、点灯してますよみたいな合図なのか。パターン接近、パターンってなんだ、何パターンだよ。おお、よくわかんないけど、もういいや、スルーしよう。あ、これ駅、これ駅じゃない、これ駅じゃない、これ駅だよね。ちょっと待って、やばいやばいやばい、ブレーキ、ブレーキ全開、ブレーキ全開、ブレーキ知らんし止まれんし、列車急に止まれんし、止まんないんだけどちょっと右側の電話使いたいんですけど、電話、電話自分いいっすか、使って。あ、なんかブル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 って言い出したなんか急に駅出てくるな、これなんか。あー、そっか、駅までの残りの距離が初級だと出てくるけど上級だと出てこないのか。もう行っちゃうよ、我慢できないから。地下鉄を転倒していくかどうか知らんけど、行きます。ブーって言われたけど大丈夫。あ、びっくりしたね。次は、次が北藤岡。京浜東北線と比べてやっぱりね、駅間の距離が長いから油断するね。うん、気を抜いたところにいきなり駅ドーンだからね、ちょっと油断しちゃいますけどね。いやー、でも本当にいいね、実写だとやっぱり没入感が違うよ、すごい。これこういう会社さんとか看板、あー、ごめんなさい、ないないない、ちょっと待って、ごめんなさい、ない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 、後シップだって。看板の会社さんとかはこれ宣伝なるよね、これね。ほら、日光化学、株日光化学とかね。おお、だから普通に単線だな。お、すごい、何川、カラス川。おお、川を渡る。おお、いいね、横見たい、めっちゃよそ見したいんだけど。よそ見ダメっすか、自分よそ見しちゃいけないっすか。何もスマホ触るって言ってんじゃないんだから、よそ見ぐらいさせてほしいんだけどな。なんかない、そういうの、横を見るとか。ないか、ブレーキがね、いまいち。あれ、なんか大丈夫、そっちに路線変わっちゃったけど、ブレーキの仕組みがいまいちよくわかんないね、俺な。自分がカンマを押したりピリオドを押してすぐになんか変わるもんじゃないような気がしてる。なんか、あ、ほら、勝手になんか、勝手になんかブレーキ圧力、あれブレーキじゃないのかな、あれ。あ、違うのか、もう俺には何が何やら分かんないけど。おお、どん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 切り替わっていくよ。おお、さらにそっちへ。あ、これ駅じゃない、これ駅ですよね、これ駅ですよね、まごうことなき駅でしょこれ。はい、止まって、止まってください、止まってください、止まってください止まって、お願いだから、故障だから。え、もうまだホーム右にない、ダメこれ、ダメなの、止まんねえんだよなこれな。なんかボタン足りない、俺が押すボタンが。なんか押さなきゃいけないボタン他にあんのかなこれ。あ、なんか、あ、出せる、出せんじゃんこれ、出せるぞこれ、V で出せたわ。マジかよ。いや、これぐらい出すよね。そうだ、上級、いくら上級でもこんぐらい、え、出ないの？わかんないの？普通の運転手さん、わかんないのか。じゃあ、出さないわ。あ、あ、B でブザーを。ブザーだ、ブザー。ヘイ
あ、なに？あ、止まった。あ、まだもう一個あるんだっけ。これなんか S を押したら止まった気がするな。S で止まりそうだけど。ほら！うるさいってね。S を押したら止まるわ。ストップの S か。ゆっくり走ったらこれどうなんだっけ？一回ブレーキかけていいですか？ブレーキかけて、ここで止まると、どうなるかというと、上通る車はどうなってんだこれ。ああ、なんかカク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 って感じになるんだね。ああ、じゃあの S で止まるわ、やっぱり。あの前の踏切ずっと開かないまんま、車止まりっぱなしなんだ、きっとね。面白いですね。うん。止まると、まあ、多分映像も当然止まるんだろうな。まあ、そうですよね。はい、すいませんね。スピードが速くなると、通常の再生速度なんだけど、スピードを落としていくと、どんどんスロー再生になって、停止するみたいな感じだな。お！これは、これは何でしょう？何でしょうこれ。何線だ？新幹線？わかりません。ちょっと後から調べてみる。多分今頃ピンポーンって言って字幕出てると思うけど。それです。いやもう結構家近いけどね。右側。あ、はいはいはい。ごめんなさいごめんなさい。すいませんすいません。プー言われてもね。そんなヒステリックにプーならなくても、もっと柔らかい感じで言ってほしいよね。ふわふわふわーんって感じで。夢と希望を感じるようなブザーに変えてほしい。出た、パターン接近。なんだよ、パターン接近って。エヴァの使徒かよ。さあ、目の前あれ、駅？ん？違う、なんかあるぞ。壁っぽいの。ウォールマリアっぽいのない？なんか目の前に。あれなんだろう。踏切多いな。てんてんてん。ブレーキ、はい、ブレーキ、はい、はい、はい。あれ、駅じゃないの？あれ。駅っすよね。駅ですね、駅ですね。はい、止まっていこう、止まっていこう。止まっていこう。止まっていこう。止まれる？右側にあの、ほら、緑のバーがあるじゃん。あれが多分ちょうど真ん中、白で止まると、ドンピシャなんですよ、あれきっと。そこまで調整したいですね、頑張って。結構来てるぞ、まだか？俺はデジタルの表示は出さないぞ。あ、来た来た来た、上から来た。降りてきた、降りてきた。あれだ。あれだ。あれだ。待って。もう一回。もう一回。ああジャスト白のところで止めたかった。難しいな。多分ここで おしまいですよね、きっとね。はーい。お疲れ様でした。はい。京浜東北線と八高線。二つやりました。いや、あの、やっぱり実写ってすごいね。説得力がすごいね。あとやっぱりね、ちゃんとあの、初心者用と、中級、上級ってあるでしょ。段階があるから、俺みたいなね、下手丸出しのね、知識、脳知識丸出しでも、いけますね。わーわー言いながら楽しめます。面白いと思います。はい。まあまだね、本当に、アーリーアクセスの中のアーリーアクセス、最低限の、機能というかね、あの、設定画面すらないからさ、男らしいよな。そういうところもあるので、多分これからね、どんどん、機能が増えていくんじゃないでしょうか。路線もね、増えていくらしいので。はい。ちょっとね、これ見て興味があったら、ぜひ、チェックしてみてはいかがでしょうか。値段がまたこれね、9月20日現在、980円なんですよ。この値段設定、日本っぽくない？ 980 円って。日本って感じがするよね。はい。興味があったら、ぜひ、やってみてください。ということで、よければチャンネル登録をお願いします。またこの動画が面白かったら高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。